西サハラ、西サハラ、西サハラ、アズ、ソラール、ガービィーヤ、ベルベルゴ、トネスロフトトゥートラムトは、アフリカ大陸北西部の大西洋岸にある地域で、北から時計回りに、モロッコ、アルジェリア、モーリタニアに接している。1976年までは、スペイン領サハラで、リオデオロトサギア、エルハムラ地区より乗っていた。面積26万6千平方キロメートル、 人口約57万人、2015年推定。貴族については、議論があり、亡命政権であるサハラアラブ民主共和国とモロッコ王国が領有を主張している。国際連合の自治地域リスト2960年代以来、掲載されている。多くの地域をモロッコが実行支配、不法占拠しているが、モロッコによる 領有権の主張は大多数の国から認められていない。サハラアラブ民主共和国は、砂の壁の東側の地域を実効支配し、アフリカ諸国と中南米諸国を中心に国家として承認されている。しかし、欧米や日本などの先進諸国は、モロッコとの関係上からサハラアラブ民主共和国を国家としては承認しておらず、また同国は国際連合にも加盟できていない。 モロッコとサハラアラブ民主共和国それぞれの実行支配地域については砂の壁の項を参照。スペイン領時代にはスペイン領サハラと称された。亡命政府の名称はサハラアラブ民主共和国、サハラアラブ民主共和国で、その略称、ソダーは英語名の頭文字から取られたのである。国家承認が存在するため、事実上の国家、 事実上独立した地域一覧として扱われている。そのような事情から日本国内で発行された世界地図ではこの地域西サハラが白く塗装されていること多い。アフリカ分割においてはギニア湾岸を除く西アフリカのほとんどの地域が東西 5000km 南北 4000km にも及ぶ広大なフランスの植民地 フランス領西アフリカとなった中で、西サハラとモロッコ最南部は、フランス領に囲まれた島状の形で、スペイン領として残った。八百八十六年に、スペインの保護領となり、九百十二年に、イフニとモロッコ南部保護領、タルハァヤ地方と合併して、スペイン領西アフリカを形成したが、1958年、モロッコ南部保護領、タルファヤ地方、 1969年に不利をそれぞれモロッコに返還する。1975年のマドリード協定により、スペインは領有権を放棄して撤退し、1976年にはモーリタニアとモロッコが分割統治を開始する。その一方で、西サハラの独立を目指すサギアイルハムラリヨデオロ、解放戦線、ポリセリオ、通称ポリサリオ戦線は、アルジェリアの支援を得て、 武力闘争を開始し、1976年には、アルジェリアの首都アルジェで、亡命政権サハラアラブ民主共和国、ソダーを樹立した。ポリザリオ戦線はまず、モーリタニアを集中的に攻撃して、戦闘を有利に進め、さらには、同国の首都ヌアクショットを少人数の決死隊が攻撃すると、モーリタニア政府は衝撃を受ける。度重なる多額の戦費支出によって、 モーリタニアの国家財政は圧迫されていき、1977年のポリサリオ戦線の軍事的勝利は1978年にモーリタニアで無血クーデターが引き起こるまでに至った。1979年にモーリタニア政府はポリサリオ戦線と単独和平協定を締結し、西サハラ領有権を正式に放棄した。しかし同年、 モーリタニアが放棄した領域をモロッコ軍がすぐさま不法占領したため、現在に至るまで独立をめぐる問題が続いている。1984年にはモーリタニアがサハラアラブ民主共和国を国家承認している。1988年に国際連合事務総長の和平提案をポリサリオ戦線とモロッコの双方が合意した。提案内容は独立化。 モロッコへの帰属を決める住民投票を実施するというものである。1991年に国際連合の仲介でポリサリオ戦線とモロッコは停戦し、国連提案にあった住民投票を実施することになり、国連平和維持活動、PKO として国連西サハラ住民投票監視団、ミナーソが創設された。しかし、この地域は遊牧民が多く有権者の認定が、 困難を極めるためという理由で、投票は無期延期となっており、2017年現在、監視団の活動も継続中である。また、モロッコ国王モハメド6世の相次ぐ西サハラ訪問、モロッコによるインフラ整備などにより、モロッコは西サハラ実行支配を規制事実化し、サハラアラブ民主共和国の独立を妨害し続けている。現在は、 モーリタニア国境を中心に地雷がモロッコ軍によって埋設されている。モロッコは主にモーリタニア国境に沿って砂の壁と呼ばれる防壁を築きポリサリオ戦線を排除している。砂の壁はモロッコ国内から繋がっている。サハラアラブ民主共和国は1982年2月22日にアフリカ統一機構 OAU2002 年からはアフリカ連合 英 u に加盟しており、アフリカ、中南米、南アジア諸国を中心に、約80カ国から国家承認をている。サハラアラブ民主共和国の英 u 加盟に反発したため、モロッコは1984年に脱退し、アフリカ大陸の国家の中で唯一英 u に加盟していない国となったが、2016年に復帰を表明し2017年1月31日に、 最下名が認められた。南方のモーリタニアと並び、大西洋に至るまで、サハラ砂漠が広がっているため、わずかなオアシスと一部の沿岸部を除き、全土が砂漠である。東部は山岳地帯であり、大西洋に向かって標高が下がっていく。北部はアトラス山脈の山麓にあたり、岩石砂漠が広がる。山麓沿いに、アルジェリアからモーリタニア、 西サハラを横切り大西洋につながるジョット和地がある。周期には水をたたえるため、農業に適する。これ以外の地域、特に内陸部は和地はないものの、降水が地下水となって、オアシスを形成している。欠片の気候区分によると全土が砂漠気候、BW である。気温は高いが、沿岸部は寒流である。かなり赤海流の影響によって温度が和らげられる。 国内に年間降水量が100ミリメートルを超える都市は存在せず、雨季に数十ミリメートル程度のわずかな降雨がある。干ばつの被害や砂漠飛びバッタの公害を受けやすい。国土の大部分がサハラ砂漠でオアシスでの農業やベルベル人による遊牧が行われる。1963年豊富な林港賞が内陸部のブルーカラーで発見され、その採掘が主産業。 林鉱石の他にも地下資源として石油、天然ガス、鉄鉱石が存在すると見られている。最大都市、アイウン、ライウンのほか、両港を持つ港湾都市、ダフラを抱える。住民の大多数はアラブ人やベルベル人が占めるがと呼ばれる少数の黒人も含んでいる。先住のベルベル人は8世紀以降にイエメンから侵入したアラブ人や 南部の黒人との混結した結果、ヤムーア人が形成された。住民の多くは、北部の、東部の、南部のムーアの3グループに大きく分けられる。主に西サハラで話されている言語は、モーリタニアと同じくハッサニア語と呼ばれる、アラビア語の方言である。旧スペイン植民地だったため、一部でスペイン語も話されている。また、フランス語も通じる。 宗教は大多数がイスラム教である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。